あれ尺のノリ違うと思う。一気にいっちゃった方がいいと思うよ。いやいやいや、あれね、俺ら若い頃はもう本当に地面を、俺の煙なんか見れば分かるけども、あれ乗れるんですかって言って、俺徳島まで行ったんだけども、ずーっと吸ってるよ、ザザ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 って。でゆっくり走ってすると気になるんだ。で人間ってスイッチ入って尺段乗る場合は吸ってもいいからって言って、ガンガン吸って走っていくと火花バーッつってかっこいいんだわ。これが尺段乗りの本物だもん。出る時なんかゆっくりコクコクやってるでしょ、あんた出れないですよ。もう角度決めたらバーンって出てたら、バンデードの剥がすのでしょ、えだっつって一瞬で終わるわけですよ。うん、尺段もスポンと出ちゃえば一瞬吸ったら気にならない。あ、みんな尺段のように知らない、まだずーっと吸ってたもん、若い頃なんか平らの道でも吸ってましたよ。あともう枕に穴が開いちゃうで、穴開いたらまたいい音出るって言って、穴をそうやって開けてもいいぐらいの感覚の尺段乗りだったの。元祖尺段小屋だからね。